はい、どうも皆さんこんばんは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコインとイーサリアムと XRP とネムですね、4通貨しっかり見ていきたいと思います。今日が2020年の12月の23日、水曜日ですね。つい先ほどですね、デイブフロムさんのですね、チャンネルにお邪魔させていただいて生配信、あとインター FM897 さんのですね、ラジオ番組にまあ出演させていただいておりました。で、終わってですね、もうすぐに今からね、相場分析始めているということで、まあご視聴いただいた皆さん本当にありがとうございました。デイブさんのチャンネルですね、以下のリンクに貼っておりますので、もし興味のある方はですね、そちらから見ていただけたらなと思っております。で、今日はですね、なんといってもこの XRP ですよね、かなり下げてきておりまして、まあ昨日よりもですね一段下げていると。で、昨日の動画でもですね、ここの青いラインですよね、青いラインを超えたらかなりまずいっていう風なですねお話しさせていただいたかと思うんですが、ここのですね下落の平行チャンネルも抜けてきていると。これが今後ですねどういう風になってくるか、まあ注目のニュースもですね入ってきております。アメリカの SEC がですねリップル社を提訴したと。それに伴って日本の取引所どういう対応していくのかというところもですね、まあ速報でニュース入ってきておりますので、そちらもですね取り上げさせていただこうかなというふうに、思っております。はい、このチャンネルではですね、世界経済、それから、日本のですね仮想通貨市場の状況、そういったニュースをですね報じながら、実際に相場分析、それから戦略構築までやっていくということをですね、毎日配信してやっておりますので、今後もですね見ていただける方はチャンネル登録いただけたら嬉しいなというふうに思っております。それではですね、まず株式市場と為替の方から見ていきたいと思いますけれども、はい、今日の日経平均ですね、終わり値26,524円ということで、前日比 0.3% ですね、反発してきております。まあこれに関してはですね、コロナのワクチンの接種ですよね、接種が開始されるっていう風なニュースがですねあって、まあそれによって価格を押し上げたっていう風な考察もされていると、そういった中でですね、昨日ニューヨークダウですね、ニューヨークダウに関しては、終値がですね 0.6% 下げてきておりまして、200ドル安という風になっております。で、当然ですね、イギリスの、コロナウイルスの、変異種ですよね、はい、そういったところが感染拡大しているっていう状況がありまして、まあそういった懸念があってですね、価格を下げたっていうところがあるんですけども、それとですね、アメリカの追加の経済対策がですねついに可決されたんですね。で、可決された、この年末に可決されたということで、これ以上のファンダメンタルズはもうないだろうと、好材料ねもうニュース出尽くしただろうということで、利益確定売りが入ったっていうふうなです、ね、考察もされているということで、まあこのあたりね、昨日の動画でも言っておりましたけれども、今年に関してはですね、一応もう終わりに近づいているかなっていうふうな状況ですね。これはこの後そんなに大きな見せ場はないんじゃないかなっていうふうなですね、市場の心理が働いているんじゃないかなというふうに見ております。今日の為替はですね、ドル円、103.4 円ということで、この価格帯をベースにですね、円建て換算していきたいなというふうに思っております。はい、じゃあ早速ですけども、リップルのニュースですね。はい、今日はですね、コインデスクジャパンさんのニュースですけれども、アメリカの SEC がですねリップル社を提訴したというニュース、これ、ね、連日ですね報じられておりますけれども、まあ連日ですね内容がこうアップグレードしているというか、詳しくなっているという状況ですね。はい、アメリカの証券取引委員会 SEC はですね、リップルラボが、個人投資家への暗号資産リップルの販売において連邦証券法に違反したと考えているということで、12月の22日にですね提出された訴状によると、リップル社はリップルを継続的に販売することで7年間で13億ドル、約1300億円を個人投資家から調達したということですね。だからこれがですね、このリップルが有価証券かどうかっていうところが争点になっていて、当然有価証券だということになれば、まあ、ここですね、リップル社は一般的に登録報告書やその後の定期的な報告書に記載されている財務および経営に関する情報をですね提供することなく、数年にわたって無登録有価証券の募集を行い、リップルを販売することによって資金を調達することをしてきたということですね。はい、ということで、こういったですね報道を受けまして、一部海外のですね取引所ではリップルのですね取り扱いを一時停止するっていう風なですね、まあ取引所もあるぐらい波紋がですね広がっておりまして、まあそういったところをですね見聞したトレーダーがですね、どんどんねこうリップルを売り払っているっていう状況に今なっているということですね。そんな中、日本のですね取引所、GMO コインさんですね、まあ、早速ですけれども、まあ独自のですね、考えを述べていると。まあ GMO コインとしてのですね考えを述べたということで、ちょっとねプレスリリースを報じさせていただきますが、アメリカの SEC はですね、リップル社および同社の幹部を提訴したと発表していますと。この発表および発表に関連する、報道に関して以下の通りご案内させていただきますと。当社サービスへの影響に関しては、サービスを提供しますと、まあ、XRP の、関連するサービス提供を継続していきますというふうに完全にですね明確に述べていると。ただし、まあ、こういうニュースがありましたので、まあ、相場急変が起きたりとかね、スプレッドが開いたりとか、最悪の場合は一時的にですねサービスを提供
停止させていただく場合があると。なので皆さんもですね注意してくださいっていう風な内容ですね。あと、もう一つですね、アメリカの SEC によるリップル社の提訴に関する報道の中で、日本を含む仮想通貨交換業者はリップル社から XRP を市場価格よりも安価に仕入れることのできるインセンティブプログラムを提案されてきたという報道がですねされていますが、これは事実無根ですっていう風なですねことを公式サイトで発表したということですね。はい、これが GM コインのまあ意向になっているということで、まあ日本においてはですね、リップルは有価証券には値しないっていう風なですね見方がこれまでずっとされてきましたので、まあ当然今の日本の見方からすると GM コインもですねこういう発表をせざるを得ないというかね、これしかないっていう風な感じなんじゃないかなと思います。このあたりはですね毎日毎日ね新しい情報をアップデートしていかないといけないと思いますので、しっかりねチャンネルとして見ていきたいなという風に思っております。それからもう一つはですねポジティブなニュースなんですけれども、コインポストさんのニュースでして、ビットコインのツイート数が年初来最高になったということで、仮想通貨バブル期の最高値更新、今ねどんどん価格上がっていますけども、そういったところで、ツイート数が急増しているということですね。僕の、まあ、チャンネルではですねこのツイート数だったりとか Google の検索ランキングみたいなところ結構ね重要視していて、まあ、今後ですね仮想通貨の個人投資家がですねどっとこう押し寄せてくるタイミングっていうのは、こういった検索ワードランキングとかねこういったところのニュースで、ある程度ねこう市場の状況を把握できるんじゃないかっていうところでですね僕は重要視しているんですね。はい、暗号資産ビットコインのワードを含む1週間のツイート数が前週と比較して 76% 超も急増しているということで、今年の最高数を更新したことが分かりましたということですね。あと Google 検索によるですねビットコインってこう調べた数ですね、これの人気度もまあ上昇してきているということで、こちらも今年最もですね人気が高くなっているっていう状況らしいですね。まあ、このチャートはですね2019年の12月からの1年間のね推移で、まあ、だんだんねこううなぎ登りで上昇してきているっていうのが分かるんですけれども、じゃあもっと引いた目線でですね2015年から見ていくと、当然ですねこの2017年から18年にかけたバブルが最高値ですね。だからここを100として今を見ていったときに、まだですね29とかそのあたりなんですね。まあ、ただ直近ですね価格の上昇と伴ってこの検索度もですね上がってきていて、今ですねこの2019年の高値の時の、検索数はですね超えてきているかなっていうところで、まあまだですね一般投資家の入る余地は十分あるんじゃないかなっていうところで、まあ、今後ですねこの検索ワードの人気度、これがどういう風になっていくのか、ここはですねしっかり注目していきたいポイントかなというふうに思っております。はい、これが外部環境ですね。それではまずはですね XRP の、相場分析からですね今日は入っていきたいと思います。はい、それではですね XRP のチャート分析からやっていきたいと思います。今の時刻が19時47分ですね。今の、XRP の価格がですね 31.5 セント、日本円で言うとですね32円ぐらいのところですね。そのあたりを推移しております。まあ、直近のところでですねさらにね一段、暴落してきておりまして、まあ、注目のラインいろいろあったんですけれども、まあ、あの下落のですね平行チャンネルを抜けたところから加速したっていうところとですね、あとまあ昨日の動画でも言っておりました43セントのところですね、直近でダブルボトムつけて上がるかどうかっていう風なお話もですねしていたかと思うんですが、これ冷やしチャートですけれども、4時間足で見た時にですね、ダブルボトムみたいな形状で上げれるかどうかっていう、ここ割られたら結構やばいよっていう言ってたポイントなんですけども、そこを割ってからやっぱりですね加速してきたかなという今の状況です。で本当にですねもう今狼狽売りのような形になっていて、下落幅がですね半端じゃないことになっているんですけれども、まあついにですねあれよあれよという間に、XRP で歴史上意識されているこの水平ラインですね、ここの水色のラインになりますけれども、これがですね27セントから30セントあたりのこの水平線なんですね。この価格帯まで今ねもうすでに、落ちてきているっていう状況です。まあ、こういう感じでですね2017年からね上げ止まったりサポートされたりっていう重要なラインなんですけれども、まあここをですね割られてくるとちょっともうかなりやばくなってくるかなっていう状況になっており、まあ今もすでにですねもうやばくて本当にみんな狼狽売りしているんじゃないかなと思うんですけれども、このあたりの価格帯でですね買われなければもうやばいですね。ただ逆に言うとこのあたりの価格帯っていうのはですね僕はさすがにね買い入ってくるんじゃないかなと思っていて、まあ本当に最後のですねサポートラインなわけですよね。誰もここまでね売られると思っていなかったという状況の中で本当に最後食い止めるラインになるわけですよ。まあ、ここはですねそうやすやすとはね超えてこないんじゃないかなと、逆に、この RSI 見てもですね完全に売られすぎっていう状況の中でどこかでですねやはり買われてくる、タイミングがあるんじゃないかなと、思っています。まあ、ただしここは見極めないといけないですよね。このまま一気にですね下げてきて、タッチした時にエントリーしていくっていうとですねなかなかこれは、リスクが伴ってくると
というところになりますので、今は触れないです。この暴落した、相場は絶対に触れないです。落ちてくるナイフは掴むなっていう風なですね、相場の格言があったりしますけれども、まあそういう状況の中で今はですね、絶対に買えないかなと。でショートもできないですね。これはもう触らない方がいいと僕は思っております。で最後のね、このサポートラインって言われているこの27セントあたりから30セントあたりですね、このあたりで下げ止まるかどうかっていうのはですね、明日明後日、まあ今週の相場を見ながらですね、判断していけばいいと思います。下げ止まるような展開を見せて、ちょっとね相場が落ち着いた時に、しっかりロングに入っていくっていう戦略ですね。で、明確にですね、ここの27セントとか割られたらもう一気に逃げないといけないと、ここは肝に銘じてですね、エントリー戦略を立てていくっていうことですね。これがまあ非常に重要なことなんじゃないかなというふうに思っております。じゃあ続きましてビットコインの方をですね、見ていきたいと思います。はい、こちらビットコインですね、今の価格が 23,450 ドルですね。日本円で言うと242万円ぐらいのところを推移しております。ビットコインに関してはですね、昨日の動画でも言いましたが、ここのですね 23,400 ドルの水平線が意識されていました。あとですね、下値に関しては 22,500 ドルで、直近のところで、ダブルボトムを作って、そこからですね綺麗に上昇してきて、ここも上抜けてきたと、まあここからですね下抜けた場合は三尊天井みたいな形になってですね、この 22,500 ドル割られるかもっていう風なですね、戦略、まあ、今日のですね、朝のインスタのストーリーでお伝えしましたけれども、まあ、一応今回の値動きとしてはですね、ここを上昇抜けてきてですね、今一旦を戻してきているっていうポイントですね。で昨日の動画でも言ったんですけれども、一応ここはまあ抜けてきたんですけれども、結局直近高値のところですね、ここの高値のところで上げ止まってしまったっていう状況なんですよね。だからこういったところからすると、やはりそんなに勢いやっぱり強くないですよね。なんであくまでも短期トレードですね。昨日の動画で言っていたところとしては、注目のラインを抜けて戻したところということで買っていっていいんじゃないかっていう風な話をしました。短期的にはですね。ただ、短期的に上げましたけれども、そこからまあ、上に行けずに下げてきているという状況を見ると、もう年内はですね、ここのレンジの中で動いてくる可能性がまあ、高いんじゃないかなっていう風に、見ていくのが、いいかなと思っております。まあそんな中で一方でここのですね、ボックスですね、この箱を抜けたところからの上昇っていう風になればですね、この箱の、上抜けっていうのは今回に限ってはちょっと違っていて、大きな目線で見た時の上昇の平行チャンネルですね、そこも被っているんですよ。ここのピンクの境目のところですね、ここを抜けていく、要はですね、価格帯としては24,300ドル付近ですかね、このあたりがまあ起点となると思いますが、まずここのボックスをですね、抜けるような勢いを見せてきた場合は、一気にですね、これここの平行チャンネルのアウトラインもですね、抜けてくる可能性があるということで、さらにですね、一段上昇していく可能性があるんじゃないかなというふうに見ております。まあ通常であれば株式市場もですね、薄商いになっていくっていう年末相場なんですけれども、まあただ今年に限ってはビットコインの注目度っていうのはかなり高いので、株式市場が一旦ね、動きが止まって、その資金がビットコイン市場、仮想通貨市場に流れてくるっていう考察もできなくはないので、しっかり今は待ってですね、短期的に取れた方は一旦ここでまあ利確してよかったよかったで終わって、一旦今はそう静観してですね、しっかりここを抜けたところでエントリーしていくっていうところですね。まあそういう戦略が有効かなと思っております。まあここ落ちてきた場合ですね、抜けられる可能性もあるし、どうせここでね反発したとしても多分ねあまり動かないと思うんですよ。なのでやっぱり狙いどころとしてはこのボックスを抜けたところからのエントリーですね。ここをしっかりね狙っていくような戦略をですね組んでいくべきかなというふうに思っております。続きましてイーサリアムを見ていきたいと思います。はい、こちらイーサリアムですね、今の価格が605ドルですね。日本円で言うと62,500円ぐらいのところですね、推移しております。イーサリアムもですね、一時ビットコインとともにですね上昇してきていたんですけれども、まあ今ここのですね三角持ち合いのような形の中で動いていまして、高値目指したんですけども行けずに落ちてきているっていう状況ですね。まあイーサリアムもですね、今はまあ手を出さなくていい相場かなというふうに思っています。まあやっぱり高値を試していけてないっていう状況、それから高値を切り下げているっていう状況からしてですね、やっぱり方向感出ないですよね。下値は切り上げている、高値は切り下げている、で三角持ち合いになっているっていう状況ありますので、まあ年末に向けて、ここの一応収束ポイントとしてはですね12月の29日なんですけれども、まあこの辺りはですねちょっとここ直近ね、2019年18年っていう相場を見るとですね、年末ってほとんど動いてないんですね。まあそういった相場になってくる可能性があるので、やっぱり今はですね無理にこうトレードしていく相場ではなくって、しっかりここの三角持ち合いをですね抜けたところで、意識された650ドルっていう水平線がありますので、ここを超えたところを、基軸にしてですね、この650ドルを損切りラインとして、しっかりエントリーしていく、ロングに入っていくっていう戦略はですね非常に有効になると思います。あとはまあビットコインのですね、時言ってなかったですけども、 MACD の形ですね、ゴールデンクロス、完成しかけているっていう状況だったりとか、 RSI がですねそこを打ってからの、上がってきている状況っていうところもありますので、まあこのあたりもしっかり合わせながら、今は手を出さないで、ここの三角持ち合いを抜けたところからエントリーしていくっていうところですね。まあそういった見方でですね、戦略を組んでいただければいいんじゃないかなというふうに思っております。最後にですね、NEM 見ていきたいと思います。
はい、こちら最後ですね、ネムの相場分析。今の価格がですね 26.6 セントということで、日本円で言うとですね 27.5 円ぐらいのところを推移してきておりまして、直近ですねちょっと下げてきておりますね。まあちょっと XRP の下げがですね強烈にね直近のところでなってきているっていう状況ありまして、まあビットコインはですねそれほど反応していないんですが、アルトコインがですね軒並み下げてきているという状況ですね。でネムに関してもやっぱり意識されたラインっていうのはですね、イーサリアムとまあ似ているような状況がありまして、高値を切り下げているっていう今の状況で、かつですね安値に関しては切り上げているっていう状況ですね。まあここ直近のところですね、上昇の平行チャンネルの中で動いていて、まあ以前から言っている通りですね、抽選でレジスタンスされて上に行けてないという状況ですね、続いているんですけれども、ここですね。はい。で、直近のところは、ここの平行チャンネルの、上昇トレンドラインと高値切り下げラインで、本当にですね、三角持ち合いの形になっているんですけれども、ちょっと今の勢い見るとですね、これ下げてきそうな雰囲気がね、かなり出ているかなという状況ですね。まあどこまで下げるか、大きな目線で見たときに、このピンクのラインですね、ここの上昇トレンドラインまで、押してきて、そこで反発されるかという状況を見ていくべきだと思うんですけれども、まあ下手するとですねこれはちょっと割られる可能性もあるぐらい弱気になっているんじゃないかなというふうに思っていますね。まあ年末っていうところもあって、一旦逃げておこうっていうふうなね、リスクオフみたいな動きになってくる可能性がありますので、まあネムに関してはですねまだ入らない方がいいですね。しっかりここの30セントのところまで上昇したところから、そういった勢いが見られればですね上がっていく可能性非常に高くなってくると思いますので、エントリーしていくし、もしこの上昇トレンドライン割られたのであれば、そこでもまだ手を出しちゃダメですね。しっかり落ちるところまで落ちきってエントリーしていく。で、その価格帯として18セントっていうところがですね、下に控えていますので、まあ、そこまでしっかり待ってですね、エントリーを検討していくと。まあ、今のところはですね、そういう状況かなと。不確実性がですね、かなり高まっている。特に XRP の問題ですね。まあ、先ほどですね、オーバービットの CEO のチーさんともですね、話していたんですけども、今回は XRP がですね、まあ、これずっと問題になっていて、大きくですね、報道されたっていうことがあるんですけれども、ビットコインやイーサリアムでもですね、起きる可能性は、当然シナリオとして考えておかないといけないというところからしても、いつも言ってる通り、どこまで落ちてきたら損切りするのか、明確にですね、決めた上でエントリーしていかないと、本当にずるずるね、持ってしまうっていうことになってしまいます。まあ、現物の方は別ですよ。現物の方はですね、別なんですけれども、トレードをやっている方、デイトレやっている方だったりはですね、しっかり自分がどこで逃げるのかっていうポイントをですね明確にした上でエントリーしていかないと、大やけどをしず相場になってきたなという状況ですね。はい、そのあたりはまた更新情報ですねアップデートしたりとか、あとまあチーさんがですねやはりそういう情勢のところは詳しいので、またね対談動画させていただいたりとかして、まあ、今後の状況ですねまたお聞きしていきたいなというふうに思っております。ということで今日の動画はですねここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。